なぎの日でございます。樹齢800年と言われまして、平重盛とお手植えのなぎでございます。高さが20メートル、幹の周りが6メートルございますけれども、このまたなぎと申しますと、これにはですね、今ちょっと見えませんけれども、小さなシイの実のような実がつきます。この実を利用しまして、お人形がこの早玉さんの方で作られまして、恋のマスコットとして販売されておりますけれども、また時代的には全く違うんですけれども、なぎの木の伝説というのがございましてですね、この瞬間像の平行眼や水より丹波所長なりつねの三名といいます、平行眼を企てましたけれども、これが露見いたしまして、捕らわれの身となり、機械が島に流されてしまいました。その後、平行眼や水より丹波所長なりつねの二人は、平家の守りであるこの紀州熊野権現を信仰したおかげによりまして、やがては罪も許されまして、都に帰ることができた。この二人を迎えるための祝賀が皆さんに入ってまいりました。瞬間を昔は全くこの紀州の熊野権現を信仰しなかったと、年々が許されることが、二人を迎えるために年々年々になりたくて、弁慶さんの像になります。実際にはその弁慶さんはここを新宮ではなくて田辺市の出身でございます。でもお父さん、熊野別当三蔵という人がここ新宮に生まれました。もともとこの人は平家に義理ある方でございまして、源平の合戦は一ノ谷の合戦が始まりますと、平家に味方をするべく多くの寺へ引き連れて、その一ノ谷に向かったんですけれども、和歌山県の田辺というところまで参りました時に、たまたま知り合った女性と結婚したんですけれども、この女性が源氏方の血を引く女性でありましたために、源氏に味方をしようか平家に味方をしようかということで悩んで、神様にお伺いを立てましたところ、神様は源氏の方に味方せよというお告げを下したんですけれども、それでも信じられず、そこで14羽の鶏を連れてまいりまして、白を源氏、茶色赤い方を平家に例えて戦わせましたところ、赤い方の鶏が全部負けてしまいました。これによってやはり源氏の方に味方せよということなのだということで、その後は源氏方に味方について一ノ谷に向かったと言われ、それ以来子供である弁慶さんも、はい、源氏方につくようになりましたので、現在ではですね、はい、牛若丸である後の義経と五条の大橋で戦ったというお話、それからまた義経が兄頼朝に追われた際には、その義経に従って赤坂の関を越えて、はい、奥州平泉の方まで逃れていったというようなお話が残されるところでございます。でもお父さんよりはね、あの弁慶さんの方が有名なので、今は弁慶さんの像になっているのが特徴でございます。では中ご案内します。そしてこれが右手にね、あの私お餅をしてるんですけれども、そのお餅がね、あのモーデ餅といって、あの朝のテレビドラマ「ほんまもん」で実際に紹介されたお餅がこのお餅なんですよね。今日ね、お清めさんから中、中のもの